動揺しています。皆様こんにちは、ナビゲーターのリリです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。日本のファイブアイズ入りが近づく雰囲気に動揺する韓国政府。ムン大統領、そろそろ楽になったらどうですか？先日、日米首脳会談で訪米した菅首相がファイザーの CEO と直接協議し、ワクチンの追加供給を約束するところまでこぎつけました。それに対し韓国中央日報が、日本のファイブアイズ入り近づくとなぜか動揺しています。ワクチンを確保したこととファイブアイズ入りがなぜ結びつくのかよくわかりませんが、こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また韓国や日本国内の反応など今日もしっかりお伝えしていきますね。4月25日付、韓国中央日報によると、日本のファイブアイズ加入が進展している、私は近い将来について非常に楽観的だ。山上慎吾駐オーストラリア日本大使が21日にオーストラリアメディアのシドニーモーニングヘラルドとのインタビューでした話だ。オーストラリア国立大学国家安全保障カレッジのロリー・メドカルフ学長も、中国に対し細かく理解している国があるならばそれは日本、反中戦線に対する関心度と能力を考慮すれば日本が最善のファイブアイズ候補と話した。5つの目を意味するファイブアイズはルーツを同じくする英語圏諸国の信頼同盟だ。最近米国と英国が反中戦線を構築し、日本とさらに密着する中で登場した日本加入説は、70年ぶりに出てきた最も有力な話という、と報じています。日本のファイブアイズ入りに反対の立場を表明したのはニュージーランドです。中国共産党によるオーストラリアへのサイレントインベージョン。これは目に見えぬ侵略という意味ですが、そのサイレントインベージョンが進む中、実はニュージーランドはすでに陥落済みだと言われています。ダボス会議に対抗して習近平国家主席が作った国際会議、ボアオアジアフォーラムが4月20日に開幕しました。そこに参加していた国の中でアメリカの同盟国は韓国とニュージーランドだけ。ムン大統領が中国の途上国へのワクチン提供は素晴らしいと、中国のワクチン外交を称賛していたことが報じられましたよね。これだけ見てもニュージーランドが中国共産党に浸透されていることは明らかです。ニュージーランドの外相は、ファイブアイズの拡大は深い。ニュージーランドの対中姿勢は自分たちで決める。と、他の4カ国と足並みを揃える気はなさそうです。そんなニュージーランドでは、中国の人民解放軍のスパイ養成学校の卒業生が全ての経歴を隠した上で、ニュージーランド人に帰化し、ニュージーランドの国会議員になっていました。そして中国国営企業のニュージーランドへの進出やその買収を手伝ったりと、中国共産党のためによく言えば橋渡しとして働いていたのです。他にもニュージーランドの国会議員への赤い献金疑惑がエコノミスト紙で報道されたこともありました。サイレントインベージョン、目に見えぬ侵略では、オーストラリアは西洋最弱国として中国共産党に狙われたとされていますが、ニュージーランドは最弱国のオーストラリア以下であり、すでに陥落済みなのです。人民日報日本版2020年7月22日には、アーデン首相が、ニュージーランドにとって中国は最大の貿易パートナー、いろいろな分野で協力を強化すべきと発言したことに対して、中国外交部報道官は、ニュージーランド政府の姿勢を中国は称賛すると表明しています。親中から反中へと、その態度を180度変えたオーストラリアでは、ニュージーランドを除いたファイブアイズならぬフォーアイズネタが政界内のジョークとして使われているようです。一帯一路構想にも参加を表明しているニュージーランド、こちら側に戻ってくるのは残念ですが相当厳しいかもしれません。こんな状態ですから、
日本のファイブアイズ入りに反対するのは当然なんですね。一方、ボアオフォーラムに参加していたアメリカの同盟国、韓国。今回の記事によると、日本がワクチンを確保できたり、ファイブアイズ入りの話が出ることは、アメリカからの信任を得ている、また信頼されているからと中央日報は見ているようです。逆に質問しますが、ムン大統領はアメリカからの信頼を得るために何か行動を起こしているのでしょうか。どちらかといえば、アメリカに不信感を抱かせることばかりしていますよね。ボアオフォーラムで中国のワクチン外交を称賛しましたが、それ以外にはいかなる国も隣人に対する配慮なしにコロナとの戦争で勝利することはできないと、アメリカをはじめとするワクチン先進国を皮肉った発言をしています。包容性が強化された多国間協力が必要だとの発言は、中国を排除する対中包囲網への皮肉と捉えることが可能です。さらには求道存異、これはお互いに相違があることを認めた上で共通点を求めようという意味の言葉で、習近平国家主席の外交姿勢を表す言葉です。その言葉を文大統領は使い、求道存異の精神を実践しようと発言しています。演説の前編で習主席へ媚びを売っていることがよくわかりますよね。この時の演説は4月20日、そして翌21日にはニューヨークタイムズに文大統領のインタビュー記事が掲載されました。インタビューの内容に関しては以前の動画を参考にしてください。トランプ前大統領の北朝鮮政策に文句を言い、バイデン政権は早く金正恩氏と会談せよと上から目線でアメリカに対北政策を押し付けてきましたよね。これではアメリカからの信頼を得ることは当然できません。日本はファイブアイズ入りを希望しているものの、スパイ防止法などの整備がされていないなど課題は山積しています。しかし、ムン大統領のようなあからさまにアメリカが不信感を抱くようなことはもちろんやっていません。中央日報の記事に登場する専門家も、ファイブアイズ入りは究極のところ信頼関係が重要と言い切っています。日本のファイブアイズ入りに注目するよりも、自国の立ち位置、コウモリ外交の限界にそろそろ気づいた方が良いと思うのですが、今回のニュース、韓国からも多くの声が寄せられています。次にその中の一部をご紹介いたします。日本はファイブアイズを見てるのに、我が国は一体何をしているの？人をイラッとさせる記事ですね。中国に媚びを売ったのはいいんだけど、ムン大統領は何も得ずに帰ってきましたよ。日本は世界の潮流をきちんと読んでいるのですが、ムン大統領と来たらずっと北しか見ていません。李氏朝鮮の末期の状態とよく似ているような気がするのは私だけでしょうか。これは大災害です。ムンジェイン保有国である我が国は夢を見ることもできず、未来は真っ暗です。国際的に一人ぼっちになりましたね。安倍前首相の悪口を言い、そして菅首相の悪口も言ってるけど、政治家ってそれが仕事なのですか？農業歴11年の詐欺師が外交してるんだから、どこからも信用されないのは当然です。こうなったら我が国は中国北朝鮮との三国同盟を結びましょう。私たちにはガンビアという友好国があるじゃないですか。韓国は交代するのみ、そしてワクチンも手に入りません。ファイブアイズで中国に制裁をする場合、日本だけが弱腰になるような気がします。国家のために働かない国会議員が多すぎます。ニューヨークタイムズのインタビューでも A4 の紙を見ながら発言していたのでしょうか。英語だったら日本人よりも韓国人の方が上手ですよ。フランスもファイブアイズ入りの可能性があるようです。英語力の問題ではありません。ただの信頼関係です。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からはどのような声が上がっているのでしょうか。この記事の通り、日本は早急にファイブアイズに加盟してほしいです。きっと加盟前にはスパイ防止法ができるから、スパイ天国と言われる日本の状況も大きく改善すると思います。何より信頼が大事なら、
親中の二階幹事長を排除すると同時にスパイ防止法を成立し、憲法改正を急がなければなりません。今ファイブアイズの中でニュージーランドだけが露骨な親中姿勢だから、そりゃ日本には入られたくないでしょう。最前線に立って中国からの嫌がらせを一身に受けているオーストラリアからすれば、ニュージーランドの態度は許せないと思います。オーストラリアはきっと日本を後押ししているのでしょう。ニュージーランドの中国系移民の数は半端ないので、親中を覆すのは難しいでしょうね。アメリカが韓国にワクチンを譲らない理由は明確です。第一に自国民の安全、次に安保権の安定。ワクチンをくれないアメリカを責めるのは、ましてや日本を責めるのはお門違いです。安倍政権下での特定秘密保護法可決にどれほどの国内勢力の抵抗を受けたか、その記憶がまだ新しいです。でもあれだけではもちろんまだ不十分で、スパイ行為の取り締まりやサイバー関連の法律化も必要となります。この面で日本が国際標準に追いつくのは先が遠すぎて思いやられます。この英語圏同盟というタイトルに、英語のできない日本人のくせにという嘲笑の意味を込めているんですよ。これではシックスアイズにはならず、ニュージーランド離脱、日本加入でファイブアイズのままかもしれませんね。在オーストラリア日本大使の山上慎吾氏へのインタビューがヤフーニュースでも読めますので、ぜひ一読をお勧めします。きちんと国益を意識したお仕事をされているようですね。オーストラリアは親中から反中へきっちり態度を改めて中国とガチンコ対決しています。同時にクアッドの仲間であり、日本のサポートをとても必要としています。私たちは中国から経済制裁を受けているオーストラリアのワインや牛肉などを買って支えてあげましょう。ニュージーランドのように国の中枢が中国共産党の浸透工作に完全にやられる前に、国内にたくさんいる隣国の手下のような動きをする人間をあぶり出さなければなりません。そしてファイブアイズに加入できるレベルの法整備を早急に進めてほしいです。皆様のご意見ご感想をお待ちしています。評価クリックやチャンネル登録をしていただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。